正直相手にならないと思ってるんで、自分のスピードについてこれないのかなって思います。しっかり後悔させてやろうと思ってます。はじめまして、ディープから来ましたジャパントップチーム所属の秋元京馬です。今回試合組んでくださったライジン関係者の皆様ありがとうございます。まあ自分も金太郎選手とやりたくて、いろんな方から声多かった金太郎選手と試合が組まれてすごい気合い入ってます。でも実力的には正直相手にならないと思ってるんで、当日は期待しててください。お願いします。はい、ありがとうございます。では金太郎選手お願いします。毎度金太郎です。前回の試合が終わってから、またアメリカに戻って、今回から ATT 所属になって、アメリカでしっかり準備してきました。はい、なのでむちゃくちゃ強くなってるんで期待しておいてください。で、秋元京馬選手から、僕と試合したいっていうのを聞いて、まあ、しっかり後悔させてやろうと思ってます。はい、以上です。はい、ありがとうございました。印象はまあフィジカルが強くて、まあ打撃の一発がありそうだなって感じの印象。まあ勝敗のポイントは、まあ向こうも ATT 行っていい練習できてると思うんですけど、自分も JTT で今すごいいい練習できてるんで、まあそうです、結構大振りなんで自分のスピードについてこれないのかなって思います。はい、以上です。ありがとうございます。では金太郎選手いかがでしょうか。まあ、ちょっと分からなかったんですけど、まあ、格闘代理戦争で、自分が、一度試合したことあるパンクラスの山庭選手を KO したっていうので知って、まあ、若くてストライカーなのかなっていうイメージですね。なので、まあ、バチバチの戦いができるんじゃないかなって思ってます。楽しみです。その勝敗のポイントはどうだったところでしょうか。我慢比べできる方かなって思ってますね。はい、はい、ありがとうございます。お隣の秋元選手、まあ、昔から知ってると思うんですけど、彼の、素質ですかね、まあ、今後の将来性ですとかについて、評価してもらえますか。5戦やってプロ5戦0勝ですよ。もう何も言わなくても強いの分かるでしょ、本当に。で、身長何センチ ?177 ぐらいです。177センチですよ、バンタム級で。体重は普段は69です。減量もあんまないし、フレッシュだし、まあ、得意技は左ストレートです。左ストレートが得意だそうです。その左ストレートを当てる能力っていうのもすごい、あると思いますし、本当に今何歳？18です。18歳と思えないほどの、スキルも持ってると思いますし、まあ、何しろ真面目なので毎日怪我して、練習できない期間も、しんどい時期もあってね、その中でもしっかり練習を積んで、実力でこの位置まで来たと思うので、彼は本当にすごくて、すごい強い選手ですし、真面目な選手です。ありがとうございます。はい、5戦全勝ですね。5戦全勝です。はい、5戦全勝。僕なんて言いました、はい、ゼロ勝って言ってました。あ、すいません、間違えました。そんな選手いないですね。ごめんなさい。5戦全勝、ごめんなさい。あとすいません、金太郎選手にも、まあ、先ほどから秋元選手からは、相手にならないですとか、まあ、自分の滑りについてこれないとか、まあ、かなり強気な発言が出てますが、そのことに関してはいかがでしょうか。今は、まあ、負けを知らない選手だと思うんで、まあ、そういう発言が出て、まあ、当然かなと思ってます。まあ、ただ外れを引いたと思わせるんで、まあ、それは試合で楽しみにしています。あともう一つ、ATT 今回から所属で、まあ、向こうは JTT っていうところですけど、その辺っていうのは意識はするところはありますか。まあ、僕は、最近 ATT に入ったんで、まあ、まだ ATT でも、まあ、下っ端なんで、まあ、そこはあんまり意識してないですね。はい。